はい、じゃあアンダーテイルやっていきましょう。前回のあらすじ、ホラーゲーム。さて、とんでもない人が街に現れましたが、どうなってるんでしょうね、街。うわ、いねえ。そしてカウルがトルヌスムになってる。ちょ、やってしもうたこの人。つまりもうみんな避難したのか。情報伝わるの早い。今後必要なアイテムもらっていきたいけど、ちょっとアイテムいっぱいだわ。整理してくる。はい、終わりました。バンダナと回復アイテムもらってきた。とりあえずこんな感じでいいかな。あらあらあら、こんにちは。偽物かい。すっかり騙された。なんかいる。誰一人いない中なんかいる。やばい、忘れてた。普通に殺されそう。なぜここだけいつもの BGM。 安心したけど、火災用ってそういう。グリルビー参戦用出口。さて、他は特に何もなかったんで進みましょうか。止まってあげて。否定できねえ。だがしかし、戦いづらくなること言うのやめて。止まってあげて。うわー、何このめっちゃいいやつ。このまま進めるのすっごい辛い。多分違う。うわぁ、戦いたくねえ。ここだけ飛ばせない？はぁ？ダメですか？うわぁ、もうやめてくれ。うわぁ、何このめっちゃいいやつ。最後までお団子さん信じるとは、精神的ダメージがでかい。プレイヤーにとっては強敵だったわ。こんなの今後も続いていったら精神が持たない。でも G ルート完走するって決断したし、今さら引き返せませんね。またなんかいる。こいつ本当に大丈夫なの？後でお団子さんに殺されそう。帰ってあげて。今日この街は戦場とかするんだからよ。というわけで、ウォーターフォール編の始まり。
どうも。すでに殺気をガンガン感じるんだが。ガザ。お団子さん攻撃的だから普通に出ていくかと思った。そろそろ帰って。一周目いいやつ賞あげたくなるやつだったから。こいつとまで戦いたくない。その悪いやつがね。ここにいるんですよ。ふっ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 ふ。ん？何回前エンカウントの特典なの出てなかった？ミステリーマークみたいな。それとも気のせいかな。そうそう。こっちになんかあるって聞いたんですよ。おお。何これ。なんで？そういうことか。おおかわいそうなステキッシュ。私が代わりに新しいお家に連れて行ってやろう。石くらい買うの楽そう。待って待って。やっぱりエンカウントの特典なの出てるわ。それとも前からあんな感じだっけ？わからなくなってきた。うん、やっぱ違うわ。違和感バンバン湧き出てる時点で違うわ。確かいつもはエクスクラメーションマークですね。MGS 的な。ちょっとここら辺できる稼いでいきましょうか。なんかなかなか出ないので。とりあえず今はこんな感じでいいや。あとは進めながら倒します。オニオンさん。オニオンさん。オニオンさん。ん？なんか残ってる。何今の。多分必要ないですが犬残を取ってきました。そうか、こいつ傘持てなかったのか。考えたことなかった。正直会いたくねえ。抹殺されそう。結構細かいところまでメッセージ変わってるんですね。面白い。お団子タイキック。ごめんね。常に怒ってそう。うん？
なんか、急激にすごい優しそうになった。ええー。別にいいよ。全力で戦ってきてよ。なんか、こんな顔文字あった気がする。お団子さん来えよ。チェックのメッセージにまで割り込んでくるのか。はぁ、誰もいねえ。ナプスタもいないし、カタツムリもいないし、ナプスタとかナプスタもいないし、そしてナプスタもいませんでした。でもお前はいるんかい。しかも普通に物売ってる。無敵時間アップ系のアイテム使えるかも。でしょうね。そして普通に会話もできるのね。予想外。この亀意外と余裕そう。強いの？こんにちな？ここもヘミンチョ？なんかかっこいい。ますます戦闘力高そうに見えてくる。魔法とか使ってきそう。自分も一人思い当たるんですが、ちょうどここら辺でボスやってる方で、本気で人間殺しそうな。というわけで、そのような方と戦う場合のために、曇ったメガネと破れたノート買っておきました。もしかしたら防御高くするより、無敵時間長くした方いいかもしれないし。いや、結構多くの方から、Gルート進めるなら覚悟した方がいい、と言われたので。なんか戦闘厳しいらしいです。アンダインとかめっちゃ強そうだし。そういうわけで、準備はちゃんとしておかないと。おい。デム、現れり。ミニスタランチ、デムショック。というか、このルートのテムラってどうなってるんでしょうかね。うん、やっぱり気になるので行ってみます。うわぁ、音楽が G ルート化されてるけど、見事にテム感を保っている。あと誰もいねえ。こっち見てるのが1名いるけど、メッセージとかは同じか。じゃあテムショップ、もしかしてテミーアーマー勝手に持っていけたり。なんでお前はいるんだよ。しかもなんかいつも通りだし、会話何一つ変わってねえ。そして大学諦めてる。売り物全部テムフレークじゃねえか。千G払ってまでテムフレーク買いたくねえ。なんでここだけいつも通りなんだよ。あら、ウォーターフォールもあと少しですね。終わってしまった。とりあえずこれでルート外れることはないでしょう。
なんか最初の頃よりエンカウント率だいぶ低かった気が。よしよし。パーフェクト。やあ。やあ。やあ。ふむふむ。なるほど。勝手に動くのほんと怖いんだがこれ。ああ。もう逃げてくれ。マジでこいつと戦うの。だからお団子さん来いよ。ええー。やっぱやるしかないのか。おう。うわ、強。ある意味アンダインさんありがてー。あれ？アンダインでも太刀打ちできなかったか。うん？あれ？これは。マジかよ。うわぁ、すげぇ強化されてる。でも大丈夫だよね。あ、あそこの曲好き。人類とても一瞬も来てなかった一曲残ってるじゃないっすか。とばぁ、マニアの体力。何回攻撃すればいいの？やっぱあと20回くらい耐え続けないとダメか。まあこの攻撃ならどうにかなりそう。どうにかならねえ。ああ、遅すぎてもわけわからん。うわあ、あれだけで25ダメージとは。くらい続けてたら勝てねえ。当たり前だけど。今日今度はこれか。集中。よし、オーケー。まだ回復は大丈夫か。集中。
よし。正直緑の方得意かもしれない原さんから、やっと3分の1くらい削ったか。正直1回目無理なんじゃねーのって感じで挑んでたんですけど、もしかしていけるんじゃねこれ。なになにアンダインさん、さっきから攻撃が意外と簡単なんですけど、ナメプ？もしかしてナメプ？このまま倒しちゃうよ、ふふ。なんか来たま、待って痛い、ごめん待って。やっぱ赤の方が得意です、ごめん。もう回復しちゃおう。マジかよ、今門番の番つばにも役立ったのかよ、ーく。もうやだ、前にシナモンパンって役しちゃったし、やっぱ赤得意とか言ってる割にすごいダメージ食らってるし、もう何も信用できねえ。一体何を信じてこのまま生きていけばよろしく頼む。ごめん、やっぱり鳥の方得意かも。やっぱ黄色わけわからなくなるし、こっち嫌い。なんか急に攻撃が優しくなった。アンダインさんどうしたの？こんなのも避けられないなんて、レベルを下げてやろうとか思われてるんだろう。何やってるん？まずい、本当に雑魚だと思われてしまう。ここまでレベル下げたのに当たりとかもうダメだなこいつとか思われてるんだろうか。ああ遅いのやめて、本当にわけわからなくな、予算不足。なんか最後すごい適当になってしまった。出てきたからいいけど、待って、何これ。ああもう何がなんだか、なるほど、とりあえず避けながら進めばいいのか。でももう回復アイテムない。ここからは慎重に行動しないと。よし、集中集中できてない。まだ3回くらいは下ってもセーフ。それにアンダインの体力3分の1まで減ってるし、いけるいけない、いけない、もうダメだー、おしまいだー。いや、でも向こうも体力は勝ち落ちたか。よっしゃ、あと2回くらいでいけそう。何か名状しがたい感情が魂の底で燃え上がっている。自分を死なせない、情熱的。いやー、こいつやっぱ強い。早速回復アイテム使い切っちゃったし、なんで唯一得意のはずの攻撃にやられたし、これさっき見たパターンだ。やばい、おお、攻撃の霊よ、思いっきりヒヤヒヤしながらずっといつまで耐えたらいいんだって思ってたよ。いやー、頼む頼む、死なないでくれ、頼む、耐えて耐えてくれ、頼む頼む頼む、うおー、いけるいける、どこでいける、よっしゃなんか、試合に勝って思いっきり勝負に負けた気分。それでは、
今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。